はい、秋葉原にやってきました。対話のある自動販売機店、ひくら食品の、お店の前に古い100円チルチルライターの自販機があります。赤色のね、100円ライターが出てきました。かなり渋くて古い自販機です。はい、おはようございます。昭和スポット研究所コッシーです。今日は、千葉と茨城方面の、ね、レトロ自販機巡りに、向かいたいと思います。結構ね、近いからといっていつも、こっち方面にはね、前回来たのが2015年の1月なので、もう1年半以上経っちゃいましたね。なかなか油断してるとね、いろいろ状況が変わったりして、ね、いつでも来れると思ってるとなかなかタイミングを逃したりとかするエリアでもございますが、今日はね、まあ、その、千葉茨城エリアの、オートパーラー塩屋と、アライアオートコーナーと、そして、240ショー、あそこはまあポイントとして押さえるとして、その他にも廃自販機とか、ね、廃車体とかその辺を、ちょっといろいろ巡ってみたいかなと思います。徐々にね、空が明るくなってきました。それでは行ってみたいと思います。レッツゴー。
おはようございます。今日は千葉県成田市の、オートパーラー塩屋にやってまいりました。1年半ぶりぐらいですね。いつもはチーズバーガー食べるんですけど、今日はチーズ入ってないハンバーガーと、天ぷらうどんをいただきたいと思います。いただきます。はい、美味しそうなうどんです。天ぷらもね、人参とかカラフルな感じです。うん、美味しい。久々に食べると美味しいわ。本当千葉まで食べに来る価値がありますね。ではハンバーガーいただきます。なんかお肉の甘みがね、多少こう口の中に広がる感じでね、独特な味わいですね。ここでしか味わえないものなので、他の店舗ではねこのハンバーガーをいただけないんで、美味しいです。ちなみにこの箱は群馬の三富からね送られているものらしいので、オレンジハットとかその辺のハンバーガーがね、こういう切り取る形になったら、塩屋のもこれにかかってます。はい、天ぷらです。よし、現在時間は午前6時18分で、日付がね9月5日の月曜日なんで、まあここ冷房も何も入ってないんでね、まあ、多少暑いですね。まあでもこのコインスナックというか、まあ、名前はオートパーラーって名前ですけど、まあ、この雰囲気の中ね、まあ多少暑くても暑いうどんをすするのがやっぱりコツだと思います。まあ、ここはもうちょっと時間遅くなると通学路になっているように、学生さんが、まあ、自転車とかに乗ってこの前はね走ってたりするんですけど、やっぱここにもね立ち寄るみたいで、そしたらうどんとかそばのね自販機だったカップラーメンの方食べてるんですね。
疲れ様でした。それではね、簡単に、ここオートパーラー塩屋にある、ね、自販機の説明をしたいと思います。まずこちらですね、お菓子とかの汎用機なんですけども、まあ、かなり古いタイプですね。もうこれが、このタイプが動いてるとこってもうなかなかないんじゃないですかね。僕が初めて来た時にはもうすでに、故障しておりました。そして、まあ、よく見かける、まあ、これもレトロ自販機と言えるでしょうけども、カップヌードルの自販機ですね。まだまだかなりの数でこれは稼働していると思います。カップヌードル、チリトマト、カレー、シーフード、普通のカップヌードルと激麺、ワンタン麺、全部190円。そしてこちら、まあ、定番の富士電機製うどんそば自販機ですね。まあ、正確には麺類自販機ということになりますが、天ぷらうどんと天ぷらそばが、300円、500円のまま、使える仕様になっております。まあ、これもね、もう日本全国、70台ぐらいしかもう稼働してないんでね、今本当に貴重な自販機になってます。そしてこちらは、カップコーヒー自販機ですね。これももうほとんど稼働してるのがもうないんじゃないですかね。富士電機製です。このパネルとか素敵ですよね。昭和の雰囲気いい感じだと思うんですけども、もうこれも、僕が初めて来た時2011年ですねの頃からもうすでに、故障しておりました。販売中止になっております。そしてこちら、ハンバーガー自販機、星崎製ですね。星崎のハンバーガー自販機 HV100G 型です。まあ、このハンバーガー自販機ね、新しく見えますけど、実際ハンバーガー自販機、まあ、15、6台今、稼働している中でも、2台しか稼働していないタイプになります。むしろね、新しい方が貴重というね。ここ、オートパーラー塩屋と群馬県太田市のドライブインセゾンでしか、稼働してません。そしてこちらがね、ボンカレーライス自販機。こちらも初めて来たね、2011年にはすでに、この状態でした。取り出し口は開く。本当はこれ品物が出てくるまでね、開かない仕様になっているはずなんですけど、お金入れないと扉開きますね。全然開きません。これは三電製になります。これはね、まあ稼働してないやつはいくつか残ってますけども、稼働してるものは、徳島県のねコインスナック御所1台だけになります。あとはこの両替機、両替機これ500円札対応なんですね。これもずっと中止のままですね。あとこちらが、知らないと何の自販機だか分かんないでしょうけどね、バカンス気分でのんびり行こうよ。雲がいる、雲がいる、これ実は弁当の自販機ですね。津上製の、弁当の自販機です。まあこれはまあ同じタイプが、240章で、稼働してますね。あと、アライアオートコーナー。押しボタンが5つのタイプになりますけどもね。アライアオートコーナーでは、ボロボロのね、弁当自販機が今でも稼働してます。インオンマルションのはね、まだ綺麗なんですけども。まあ、今日はそっちの方も巡ってみたいと思ってます。はい。こんなラインナップです。ちょっとテーブルの配置とかがね、1年半前に比べて変わってますね。ということで、以上オートパーラー塩屋でした。
この動画が良かったと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所コッシーでした。